はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ゴルフフェア2018にやってきました。イエーイ。横浜。今年の俺たちは違う。じゃん。ちゃんとゲット。そう。ということで、もうここにあるものをぐわっと回ってきます。そしてその模様を皆さんにお届けしますので、はい、大体メインじゅんちゃんです。お楽しみください。はい、では行きます。
の新製品に乗ってまして、ロードスターっていうシリーズになります。でドライバーからフェアウェイウッド、ユーティリティアイアンとスリップとして、まあ、何が特徴かというと、まあ、の去年発売した GBB Epic っていうドライバー、あれにもあのフェースの中に2本の柱が入ってましたけど、それをより進化させることで、よりこうボールのスピードを速めることに、まあ、ここからは見えないですけどね、はい、ちょうどここの中に2本の柱がついてます、はい、なんか前より狭いような気がする。あんまりこの感覚はそんなに変わってないですね。すいませんでした、はい、ただいいポイントで、いいポイント、ヘッドが大きくなってるので、なるほど、もしかしたらここはちょっと狭く見えてるかもしれないですけど、構えるとすごい大きさが分かるんですけど、大きいヘッドがめちゃくちゃ大きい。見てたと後ろにも大きいし、トーヒールも大きくなってるんですよ。でなおかつエピックは少しディープ感があるのに対して、シャローフェースにすることで、まあ、よりアマチュアゴルファーの方に優しく使っていただこうっていうのをしたのが、なんか力がなくても抜けそうな感じですよね。色もいいですね、かっこいいですね、はい、結構この色はF1 の車、はい、F1 がありますね、はい、ああいう色でも使われたりするので、はい、結構スピード感っていうものをイメージして今回こういう色を採用しています。パークゴルフ、すごい、これは新しい、新しい。パークゴルフ自体は、はい、1980年ぐらいから、全国で始まってたり、北海道が発祥なんですね。日本なんですね。日本発祥。もうこのだけで18ホール、これでいいんだ、はい、18になるので、まあ、本当に気軽に手軽にできるということと、あとはこうハンディキャップとか、男女のこう違いとか D マークの違いとかがないんで、みんなでこう同じところから、大体1コース30ヤードとか40ヤードとか、そうですね、1ホールで一番長くても100メーターぐらいです。パークゴルフチャレンジします、もうちょっと打っちゃっても大丈夫ですね、はい、意外にボールが重たかった、はい、ジャスト、ジャスト、ジャスト、すごい、すごい、多分この一応パークゴルフやって、このクラブ、この大きさです、20センチ、4月の下旬を、はい、発売予定で、こうポーチなんかをこうにくっつけてみましょう。欲しいとおしゃれですよ。で、チュアチュアって大体1時間程度で回れるので、皆さんも健康促進とか歩いたりする人にはちょっといいスポーツかもしれないですね。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しそう。シルバーに見えてるところが薄いステンレスのプレートで、後ろ側に見える黒いところがあのウレタンという樹脂系の素材、それを一体成形して作っているもので、まあ、打った瞬間にボールをボールでこうグリーン上を芝に沈むんですよね、少しボールの場合それを浮かし上げてすぐ巡回引く、普通のボタンをオンと打ってからボールって滑っていくんですよね、それが大体このパッティングの中の1割ぐらい、だから5メーターだったら50センチぐらい滑ってるんですけど、それをすぐにこれは打つと巡回転させるので、次に狙ったラインから外れずに打てるっていうのが技の特徴で、公表しないんですけど、結構少ないですね。欲しいです。
バット使ってますよね。あとここはオーダーシューズが人気ですね。これ何、これ何用、これは何用なんだろう。綿棒みたいだよね。それはストレッチ用なんだよ。ストレッチ用、ストレッチ用なんだ。あ、回転させるんだ。トシミン、お疲れ。あゆちゃん、トシミンです。トシミンです。今日は、今日はなんか可愛い格好して。可愛いでしょ。ファッションチェックから始まるのか。こんな感じです。可愛い。オリジナルマーカープレゼント。そうです。こっち系なのかな。違う違う違う。結構こっち系なんだ。こっち系が好きです。意外。かわいい、かわいい、キーホルダー、キーホルダーがかわいい。アザスゴルフに来たらトシミンに会えます。待ってます。